はい、皆さんこんにちは。ルナトシのトシです。ルナです。今日も、B のこれ3回目ですね。やっていきます。で、この車助手席に乗ってどこに家作るかだけど、どうしようか。え、夜じゃね。嘘、暗くな、あ、太陽落ちる。よし、じゃあちょっとまた養蜂場行こうか。あ、電気ついた、街灯。あ、本当だ。じゃあ連れてって養蜂場。はい。すごい、助手席に乗ってるとこのアングルで見れる。いやー、救急車に負けないくらい下手くそな運転だな。あっ、あ、ぶつかった。オッケー、到着。鍵をちゃんと抜いて。パパ運転できないじゃん。じゃあ一回寝よっか。うん。おはようございます。今日も養蜂頑張るぜ。養蜂って実は一回も養蜂してないんだよね。ねえパパ、そういえば見てよ。あ、お B T シャツ。服がもう初になったね。B っていう名前のね、うん、服。あ、そう、そういえばパパなんか被ってるけど。そう、ちょっと隠したいことがあって、隠し事があって被りました。おばさんじゃん。日焼け止めだよ。日焼け止めか。パンむしゃむしゃむしゃ、朝ごはん。まだ生えてないね。いえ、コムニがね。あ、びっくりした。アコが生えてないんか。違う。ふさふさや。ふさふさじゃない。で、今どうしてるよ。家の場所を考えたんだけど、ここでまだトラクターとかも借りなきゃいけないし、ここの山どうだろう。いいね。なんかね、ルナね、森の中にポツンとある家がいいんだよね。大自然の中に。外側の木は切らないことにして、中にちょっと切って、うん、ポツンって。で、こういう感じでね、木を避けるように道作りたい。うん、じゃあこの辺設置と、木切ろうか。あれ、この辺木ないよ。ここいいんじゃない。なんでこんな、かわいそう。こう生やしてあげたい。ダメダメ。ここに家を建てます。こんなてっぺんにする。うん、丘の上がいい。じゃあそうしようか。この辺は切るね。うん、ボタンついてる。ボタンついてるね。じゃあパパ、土も少し欲しいし、ここスイッチで土一段削っていい。かっこいい家作りたいな。うん、でもこう材料がいまいちよくわかんないよね。うん、テクスチャ違うからね。でも基本マイクラのもんは何でもあるのかな。あ、やっぱり気づくの遅れちゃった。なんかやってんなと思ったんだよね。これ原木っぽいのあげる。っていうか何に見てないけど、何出るよね。多分出る。うん、なんかパパの下で誰かが動いてるような気がする。危険。やっぱり。農家側は1本だけ残しとけば大丈夫かな。見えないよね。ルナ、家建てるとこ整地しといて。うん、整地してる。なんかチェストいるんじゃない、もしかして。チェスト作れるか、ルナ。ん、チェスト作れそう。作れそうだよ。今なんか笑いこらえた喋り方しなかったか。気になるんだけど。気のせいだよ。あ、そう。あ、苗木落ちてる。かわいい。え、苗木あった。あった。あ、安心した。
かわいい、かわいいやつだった。あ、ほんとだ、白樺の苗に白い。よいしょよいしょ。なんでよけるんだよ、この野郎。だって怪しいんだもん。ちょっと土から降りてよ、だってせっかく下掘ったんだよ。出れないように。おせっかく下掘ったんだから。あーね、ルナの掘った穴に落ちてる。え、あ、穴、うん、落ちたところにね、さらに穴掘ったの。そこに、しかもね、あの土が取れなくなっちゃってるんだけど。あ、もう夜だよ。もう夜もうなんだよこの野郎、進まないよ。ねえ、ベッドない。これベッドどうすんの。羊を買って。羊いねえじゃん。買うんやじゃ人から。え、羊買えるの。うん、どうしよう、これ夜寝なきゃ。ゾンビ来たよ。ゾンビ来なかったでしょ前。来なかったけど真っ暗じゃん。寝よ寝よ寝よ、こっち。ルナもう帰ってるよ。え、さすがにあの人たちのベッド持ってくるのは申し訳ないよね。うん、車も勝手に町から持ってきちゃったしね。うん、ねえパパちょっと来て。うん、見ててね。ああ、ルナも混ざってるってこと。うん、あ、ねえ蜂蜜ある。スライムボールっていう蜂蜜。これ取ったら叱られそう。あ、でもルナ蜂だからいいのか。家建て始めていいの。いいよパパ、もう斧壊れるな。またあの蜂蜜、蜂蜜じゃないや、ハニカムで斧買わなきゃ。これ木切るの大変。こんなくて、あの枝が多いと。壊れた。おお、いっぱいできてる。羊飼うっつったっけ。うん、あ、あの卵か。うん、羊の卵を飼うのか。うん、羊小屋も作らなきゃ。てか牧場作らないと。そういうことになっちゃうね。なんかさ、蜂はいつ確かに。てか面白いね、こういう風に開拓できるの。開拓だね。あ、生えた。生えた。いいよ、農場やってて。よし、ルナ家建てるから。オッケー。あれ違う、こっちだ。怖い音するよね、それ。ビャ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 って。これも楽しいわ。コムニってどうした？トラクター乗ってる。はい。ルナお金10円欲しいんだ。10円結構あれだね。10スタックじゃないの？そんなあれじゃなかったっけ？持っていっぱい儲かるか。多分10スタックだと思う。1スタックだって1円でしょ。のような感じするよね。どう？1スタック1円だった？1スタック1円だった。高いね。
ちみつだと3つであれだ、蜂やっぱ育てないとダメなんじゃないか。この小麦じゃさ効率悪すぎるんだ。蜂だ蜂だ、あで蜂変えるもん、巣箱も変える。64円もするわ。おお、なんか、おお、らしいらしい。うわ、へえ、涼しそう。はい、いかがだったでしょうか。 B の3回目です。ちょっと今家ルナが立てながらですけど、まだいろいろ課題がありそうです。ちょっとコムニでは効率悪すぎるんで、やっぱり蜂を飼わなきゃいけないみたいですね。うん、そこら辺またちょっと研究してやっていきたいと思います。思います。ではよろしかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ではまた見てください。じゃあねー、バイバーイ。バイバイ。行って飛んだ白樺の原木は足りない。